ナミスケは東京都杉並区の公式マスコットキャラクター。表向きでは誇りや愛着を感じられる街づくりを目指す輝き土工場の取り組みの一環として、また同区にはアニメ関連の企業が多く集まっていることから、そのことを PR する目的で2006年に公募により制作された。誕生以来、区のマスコットキャラクターとして広報誌や区役所の 本庁舎の案内板に使われているほか、様々なグッズの販売や、同区のコミュニティバスに描かれたりと、幅広い展開を行っている。特に、母子手帳、小学1年生のランドセルカバーまでナミスケ一色のデザインが採用されており、小さな子供からその母親、高齢者まで幅広く人気を博している。また著名人にもナミスケ好きは多く、 杉並区役所のウェブサイトの中で、俳優、島田久作が、やや熱く波助を語っている。本来のキャラクターデザインは、ゴミユり。また、波助の4コマ漫画、テクテクバツナミスケ4コマ劇場は、新鋭の4コマ作家爺さんいたにより、毎週水曜日に、ブログ、テクテクバツナミスケで紹介されている。ナミーやナミキ、おじさんもファミリーキャラクターとして登場した。 現在、杉並区では、並助の友達の制作に力を入れていて、2020年には、区民から名前とイラストを募集する予定である。並助は、杉並ザウルス島に住んでいた妖精。島を船で旅立ち、憧れていた杉並区にたどり着いた。並助グッズは、杉並区公式サイト、杉並学クラブ、B 級雑学、杉並み土産、並助、グッズで確認できる。 2007年からぬいぐるみやストラップなどのナミスケ、グッズを主に本庁社内にある売店、及び区の施設である杉並アニメーションミュージアムで販売。その他、2008年8月に花見スケの顔を模したナミスケ、パンを区内のセブンイレブンで発売した。2009年から2012年まで使用期間限定のプレミアム付け区内、共通商品券として、 ナミスケ商品券を1万円で、屋内販売所で年2回販売していた。ナミスケブログは平成22年11月完全にオリジナルブログに移行しました。ありがとうございます。